狭いお部屋の味方すぎるドレッサーデスクが届いた。工程は多いけど意外と簡単そう。まずは順番に板を並べて、早速電動ドライバー登場。これがあるとめちゃくちゃ楽。敬遠されがちな電ドラだけど、ネジ締めが楽しい作業に変わります。早速引き出し完成。私今9畳のワンルームに住んでいて、ローテーブルでメイクしてるんですが、毎朝メイク道具散らかしたまま家出ちゃうからドレッサー欲しくて、でもリモートワーク用にデスク置くとスペースが全然ないので、組み立てながらこのドレッサーデスク欲しくなりました。やっとそれっぽくなってきた。ここで本日の主役、鏡の登場。あ、一瞬でレジになった。作業もしやすそう。あとは天板乗せて最初に作った引き出し入れたら完成。詳しくは過去の動画を見てみてください。